学士、修士一貫教育とは、大学がその大学、または他校の大学院と連携し、学士課程と修士課程を標準修行年限の6年や、それより短い年数で修了することができるようにする制度である。法学士、法務博士一貫教育もこの項で承実する。大学の学部の修行年限は、学校教育法により4年であり、 大学院の修士課程の一般的な修行年限は2年である。そのため、普通に修学すると学士課程と修士課程を修了するのに6年かかるが、日本の様々な大学が学部と修士課程を連携させ、6年の連携プログラムのに加えて5年や4年の一貫教育で両方の学位を取得することができるプログラムを設置している。 この教育プログラムが設置され始めた背景には、時間的、費用的負担を軽減することで、現在伸び悩む大学院進学者を増やしたいという目的や、優秀な学生に短期間で修士号まで取得して、もらって社会に出てもらいたいという目的などがある。仕組みには、学部を3年で終え、大学院の修士課程を2年で終了するものや、学部4年時に、学部科目の履修と同時に、 大学院修士課程の科目の履修を開始することで、修士課程まで5年で修了できるようにするものなどがある。大学院飛び級試験に合格することにより、学部を中退して大学院の1年に編入できる例もあるが、これは入試時に示していないので厳密には一貫教育ではない。慶応義塾大学では、湘南藤沢キャンパス開設25周年を記念し、 2015年度より、総合政策学部、環境情報学部、大学院政策、メディア研究科で、学部、大学院修士4年一貫教育プログラムを開始した。このプログラムは、学部の課程を3年、修士課程を1年で終了するものである。2020年代の大学入試は飛び級が認められているため、学士、法務博士一貫教育を17歳から受けると、 22歳で法務博士が取得可能となるが、このケースで司法試験を合格させるルートは未だにどこの日本の大学にも存在しない。専門職大学院である法科大学院について法学部に放送コースを設置し、特別な選抜や飛び級や早期卒業の制度を利用して3年プラス2年の計5年で終了させる試みが開始されている。 実務家としてのスキルを身につけさせ、学士及び法務博士の学位を同時に取得できるようにする仕組みである。この制度は、今まで、いかなる事項の学部出身学生の優遇も禁止されていた法科大学院入試が改革され、事実上の5年一貫教育を誕生させる全く新しい制度となった。東北大学や一橋大学、慶應義塾大学などがこの制度を設置した。 また、今まで認められていなかった清さ者コースのみの法科大学院も設置された。法律未就者は法科大学院の未就者コースに入学するのが一般的であるが、放送コースの成立後は、法学部の放送コースに学士編入学し、一貫制度を使うことが推奨される。しかし、未就者コースがなくなるわけではないため、 未就者コースについての拠点校を設置する計画もある。しかし、多くの法律研究者が、法科大学院から、博士後期課程に進んで研究者となる今、学部1年から始まる放送コースに入らないと、法科大学院に進みづらいという状況となると、研究者が、より少なくなってしまうのではないかという懸念がある。このため、放送研究者用の短縮プログラムの設置も、 検討されている。ありがとうございます。